ノースバンクーバー、ブリティッシュコロンビア州のメトロバンクーバーには、ノースバンクーバーと名の付く二つの自治体がある。ノースバンクーバーキャピラの吊り橋市と地区はそれぞれに、主張と評議会や関連機関を持っているが、学校区やレグリエーション委員会、RCMP の出張所など、共有している行政サービスもある。この二つの自治体の大きな違いは住民に対する、 行政のあり方に見られるが、郵便など多くのサービスを共有しており、名称もノースバンクーバーと同じため、一般にこの二つを区別することは滅多にない。これまでも何度か合併が提案されてきたが、進展には至っていない。地区と比べより、都会の雰囲気があり、東西と北は地区に囲まれている。北岸地域の高層ビルが立ち並び、ビルのトナントや商業施設が数多くある。 バラード入りへの沿岸は工業地区であったが、近年、住宅と商業施設に変わった。また、シーバスの北側ターミナルのロンズデールキーがあり、その建物にはマーケットも設けられている。市と比べはるかに面積が広く、西はキャビラの川と、東はインディアンアーム、南はバラード入りへ、北は北岸山脈と接している。 この東から西に伸びている山脈付近は雨が多く起伏が激しいため急勾配で曲がりくねった道路になっている。同地区は主に各家族の住宅街が立ち並び、バラード入りへの沿岸には工業団地が広がっている。一般にダウンタウンと呼ばれるエリアはないが、エッジモントビレッジや林京国などがそれに代わる商業地区としてあり、同地域のハブとして機能している。 スカイライドというロープウェイがある、グラウス山やセーモア山で知られる、北岩山脈は、ハイキング、スキー、マウンテンバイクなど、自然愛好家に人気の場所である。特に50キロメートルに及ぶマウンテンバイクトレイルは、多くのビデオに使われ、毎年開かれ半日間を戦う有名な大会の、舞台である。その他、林峡谷、キャピラの吊り橋のある、キャピラの峡谷。 シーカヤックのバラード入りに多くの観光客が集まる。ありがとうございます。